これから先長丁場ですから楽しんでいただければなと思っております。さてファンキーさん、いつからこんなことやってるんですかって聞かれます。いつからやってるの。いや、いつからって、おお、そうだなと思って思い起こしてみました。僕が19の時にですね、非常にまたこれもバブルの以降ですよ、僕は子供の頃から割と人を集めてこんなことやってたんですね。夏休みに例えばこう町内会館みたいな、公民館みたいな、そういうところで子供たちだけのお泊り会とかあるんですよ。前にこう座ってですね、怖い話から嫌なガキですよねこんなことをやってました。ところが僕は19の、何月頃だったかっていうのははっきりしないんです。でもおそらくなんだけど、僕の中で春先初夏の頃だったと思いますね。その頃にですね、僕の友人である人に男がいまして、この男は若いのにものすごいお金持ちなんです。でこいつが僕とたまたま一緒にご飯を食べお酒を飲んだ時に、お前さ、これ前からちょっと思ってることあるんだけどいいって言ったら、何って言ったんですよ。そしたら、お前さ、こうやって怖い話し方もなんか得意だよね、俺商売してみたって言うんですよ。あれってどういうことって言ったら、いやいや、だからさ、人を集めてね、集まってもらってお金をいただいてこういう怖い話をするって、そういうのがありなんじゃない。バカお前、そんな話聞きに来るの、お前金払うかお前って、その時はどうって言ってました。稲川淳二さんでさえもその頃その時やってませんでしたね。ところがですね、そいつはそれ言い出したら聞かないですよ。いやいや、いいから、もう試してやってみなよ。客は俺が集めてる、オーディエンスは俺が集めてるから、で部屋も場所も俺のを使っていいよ。これすごい話でしょ。この男、さっきも言った通り若いんだけどものすごくお金持ちなんです。そいつが住んでるマンション、まあ一つある高層マンションがあります。もともとその親御さんが若干お金持ちだったということもあるんだけども、そのマンションにそいつ一人で住んでます。8階です。そのマンション自体を航空写真で上空から見ると、こういうちょっと変形のダブル型になってるんです。エレベーターでずっと2機があるエレベーターでずっと上がっていった8階に着くと、降りたところから右の方へずっと折れていったところ、この全てこれ全部こいつです。要は普通であれば 1,2,3,4,5,6,7,8,10軒入るんです。それをそのうち半分きっかり割って、この5軒全部こいつにちゃうんです。壁全部ぶち抜いてるんです。ただ言い方悪いけど、うなりの寝床みたいな感じになっちゃってるわけです。広いけどね。その中に大きな、本当に100人ぐらい集まれるように大広間があったんです。もう本当にこれ全部こう合わせたぐらい、向こうまでですね、ぐーっと合わせたぐらい広間があったんです。でそこを使ってやろうよ、こいつたまにこうでダンスパーティーなんですやってる、もうたまにこう回しに行ってたんです。でここに集まってやろう。いや、人もまあ集まればな、うん、集まれば声かけてよ。もうまあまあ分かった分かった、お前の言うこと分かったからって言ってたんです。そしたらとうとうですね、おい、電話かかってました。おい、何月何日に何時だってお前人集まったぞ。何よお前ね、10人20人いやいや100ちょいだ、集まってる。マジかマジで、へえ、物好きだねって言ったんですよ。それでその日が来まして、まあ、どうっと集まりました。でこう階段を渡りました。夜9時ぐらいから夜中の2時ぐらいまでかけてます。いろんな話、さんざんあんな話こんな話たくさんいろんな話をしました。今みたいに割とその長尺の話ではなくて、割と尺の短い話をやすり早にたくさんしてったりもしてました。さて終了が26時です。夜中の2時です。終わった時点でもう本当に真っ暗、真の闇、牛蜜時ということです。お客さんたちがみんな3355、いやー面白かったよ、また来るよ、またいつかやってよ。うん、なんだったらお前俺どっか店探すからそっちでやるとかね。そんな話、ありがたい話たくさんいただいて、で、ありがとうありがとう、またね、じゃあね、元気でやってね、こうみんなそれぞれ帰ってた。誰もいなくなりました、僕とやつだけ。で、トイミンの話、いや、お前さ、ありがとうね、なんかね、なんかちょっと、開眼した、こんなこともありなのかなっていう気がするね。で、面白いね、これって言った、だろって、だから何事も、お前チャレンジだよ、チャレンジな、何事もだ、自分でやってみなくちゃお前分からしねえんだよ、なんかよ、な、よかったじゃん、よかったよかった、ね、ありがとうね、いや、ありがとうね、
帰るから俺もうえもう2時半だしって言うと、いやだって俺もう帰ってちょっと家でゆっくりして、座って何でって言った。いやお前ねちょっと言わしてもらうけど、あれだけお前今さっきまであんだけお前気持ちの悪い話お前ガンガン吐き捨てといてたよお前。え俺一人にしようってお前あれそれ怖いっちゅう。いやまあそういう言い方もあるけど、そんなさていやいやいや、じゃあ止まってみようって言って、そいつにじゃあ止まることになったんです。さっきも言った通り本当に大きな部屋です。大きな建物なんです。でどこで寝る、さすがに大きな、そいつなんかやたら大きいキングサイズぐらいのベッド、屋根がついたっていうベッド寝てました。いくらサイズがでかいと言ったって男二人でベッドで寝るのが非常に嫌なので、どうしようねって言ったら、いやいや俺とこね和室一個だけあるんだよ、一個だけ和室あるからそこにさ、そこに引いて寝ようよ、あいいねいいね、手伝うよって言った。二人で布団をこうボタンボタンと引いて、じゃあ寝よう。で僕は窓側、やつは内側に、これマイクが大きくなったり小さくなったりするの練習ですから、それに対して誰も受け答えしてくれないっていう寂しい気持ちを持ってたんです。なんかちゃんと拾わないとね。今どうですか。ああ、だ、ま、まあいいや、大丈夫だ。はい。あのマイクの問題は昔からずっとありますね。はい。それでですね、こうやつはもういつの間にかこうスー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 の寝息を立て出した。なんだよ、と寝ちゃったじゃねえか。で僕はこう上を向いたまんまぼーっとしてたんですよ。あこんなことありなんだな。待てよ、今日何入ったって120の1人頭2500円の、まあ、そこに会場代払ってもしてもなって計算までしてたんですよ。そしたらですね、突然なんだけどもふっと何かがすっと地段に届いた気がした。耳にふっと聞こえたんです。え何ねえっていう女の子、最初それがなんとなく聞こえた時は猫かなと思ったんです。違うんです、女の子の声、どっから聞こえてくるのか、ただそれがねえって言ってるんです。あ聞こえた、あ間違いない、これ俺を呼んでると、進化的これ窓の外からだよね。そこの建物っていうのは実は札幌のど真ん中ですね、豊平川っていう川が流れてました。これ大きな河川です。で昔はですねこれ関白サーモンって言って鮭を呼び戻そうっていうそんな運動まであったぐらいいい綺麗な川なんですね。それが札幌のど真ん中をずっと貫いてるんだけど、その両側に片側2車線の一方通行の道がずっとこうついてるんです。いや昔オリンピック札幌オリンピックのあった真駒内方面に行く一方通行とすすきの方面に来る一方通行、そういう道路があるんです。でそこの歩道があり、その歩道の向こう側ってのは土手になってます。タタタタと降りていけるんだ、降りていったところってのが遊歩道になってます。そのサイクリングロードがあったり、ちょっと子供が遊ぶような遊具があったり、非常幅の広い川です。そこの歩道にですねこう上からこう見下ろすと等間隔に水銀灯がダーッと立ってますよね。そのある一本の水銀灯、ちょうど僕が上からこう覗いたところのちょうど真下ぐらいにある水銀灯のちょうど明かりの当たるあたりに一人女の子がいるんです。その女の子はこっち向かってねえねえって叫んでる。そしてその川が背後にあります。その川の方を指さしてねえねえって何か言ってる、指さして何か言ってる。それが僕にこうわっと見えたで、えちょっとえ何なんだえ俺って言ったら、うんうんってちょっとねえって言ってる。3時ですから夜中、さすがにそれを見ながらといって、その場所から
何かあったのって聞けないですよね、夜中だから。だからちょっと待って、これ何かあったんだなと思ったんで、部屋の中にスーッと戻って、こう寝てるこいつを起こしたんですよ。おいおいおい、ちょっと起きろって言ってなあ、ちょっと起きろって起こした。いくら揺すぶっても何しても起きないです、こいつが揺さぶって起きない。で、いや、ちょっとなんだよ、まだそれねーねーって言ってきてる。窓からガラガラとしよう、とにかく行ってやんなきゃ気になって、すぐバーッと玄関に走っていって靴を履いて、そして廊下へ出てエレベーターのエントランスにタタタタッと走って、エレベーターのところまで来たんで、下につくボタンをパッと押した瞬間にふっとあることを思ったんです。そこの部屋ってさっきも言った通り地上8階になります。北海道のマンションであるとか、その割とですよ、新しい住宅というのは二重サッシになってます。二枚ガラスじゃないですよ、二重サッシです。サッシが2枚ある。鍵を2つガチャンガチャンとかける。さらに内側にすりガラスの窓がついてる、3枚窓がついてるんです。その閉め切った3枚の窓、しかもその8階に至るそこへですね、よくその女の子の音が聞こえたなと思ったんですよ。だけど現実に聞こえ、それを上から見たら女の子がいたことは間違いないわけだから、ただ僕はとにかくその今来たボーンと開いたエレベーターに飛び乗って1階のボタンを押し、下へ降りてったんです。でビルの前側からぐるっと回る形でその堤防沿いに出る、すると信号のあたりから数えて何本目かの水銀灯のその女の子がいました。僕その子のこと上からパッと見た時にあっと思って気づいたんです。その子に見覚えがあった。何をどこで見覚えたかというと、階段階はですね、もう佳境にずっとこう迫ってですね、もうそろそろあと一つ二つで終わりだよという頃に、どっからともなくスーッと部屋に入ってきて、一番後ろの壁際で壁に寄りかかって立ったままこう聞いてた。線の細いストレートの髪の毛の細身の女の子です。若い子です。で、僕はそこへバーッと走ってみながら、どうしたのねえ、何かあったの、さっき来てくれてた子だよねっつったら、うん、ちょっと来てって言って、そこにある柵があるんですね、3本ぐらいのパイプが入ってさ、それをポンと乗り越えて、その土手をタタタタタタッと降りてきて、おおちょっとどういうのよ、そっち川じゃないの、そっちと危ないってっつったら、いいから、お願い、ちょっと来てって言ってタタタタッと行っちゃったんです。なんとかそれにどうしてもついていかなくちゃいけない気持ちになって、また僕もそれに後をついてタタタタとついていった。その女の子どんどん走っていっちゃうんです。水銀灯はその歩道にあるだけですから、公園内には水銀灯はないんです。悪いやつが溜まっちゃうから、明かりをつけたから。だからそれをどんどん真っ暗なんですよ、月明かりだけボーンと出てる。それが満月だったのか、光かけ二かけしてたのかは覚えてません。だけど月明かりがすごい明るかったのことだけは覚えてます。どんどん走っていっちゃう、わーっと、その遊歩道もサイクリングロードもスキーってどうと、ちょっと待ってちょっと待ってって、そっちだと川だって危ないから、ちょっと待って待って声かける。どんどん走っていっちゃうんです。僕その後なんとかこうついていくんです。どんどんついていく。でもその女の子との距離っていうのは狭まらないです。ずーっと等間隔で走っていく感じです。そしてとうとうその女の子が、はい、こっから先もう川ですよという最終的な柵があって、そこへたどり着いた。で、おいちょっと危ないって、今まさにその柵に乗り越えようとして、危ないって、その川だって言って危ないから声を上げてこう言ったんです。するとその女の子が柵をこう渡り切ったところで、柵の上にポーンとこう座ったんです。で、もう頼むって、何どうしたの、何やってんのって、もう危ないからちょっともう向こう行こうよって、家どこだよ、こんな時間に何やってんだよ、なんかそんなようなことを多分言ったと思います。そしたらその女の子はこうその柵にポンと座ったまま、僕後ろに行きます、この辺に行きます。ねえ、これ見てって言います。え、何を、え、何これ、え、ちょっと待って、なんだよこれと思った。川の流れがあります。そんな急流じゃないですか、その川の流れがあって、もちろん水がこう動いてます、ね、
月の明かりを受けて水面がキラキラテラテラと光ってます。その中に水の流れに反して何かが浮いてるんです。その水の流れを一生懸命こうして何かがあるんです。何これ、何これ。近くまで寄ってみたら、なんとそれこのぐらいの白木の追い灰だったんです。それが水にこう流れに逆らってくる。え、ちょっと、と思った瞬間にスーッと沈んでって、スーッと流れていっちゃったのが見えたんです。ちょっと待って、これ誰んだよって僕が振り返った瞬間です。今まではそれまでは本当に髪の長い線の細い女の子がこの柵の縁にこう座ってた。そこに向けて、何これ誰んだよって声をかけた瞬間に、僕が振り返った途端にそこにいたのは、さっきまでそこにいたはずの女の子じゃないんです。髪の毛がなんでどういうふうにしたらそうなのっていう感じの、まるで寝癖のこう塊のようなこんな頭になって、顔がボコーンと腫れ上がって、ほっぺたもボコーン、目がギューッと飛び出してます。舌が内側からグーッと出てる。それがこうここへこう立ってるんですよ。こんな感じで立ってる。で、僕はそっちにいる。これ誰んだよって言った瞬間に、僕の方に向かって、あーしよーって向かってきた。で、それを見た瞬間に、うわーって声を上げて、自分の声でびっくりして、うわーと気がついたら、なんと布団の中だ。普通ここで終わってしまうと、夢落ちでてめえ舐めんなよって話に。ところがですね、僕がうっと大声を上げて、自分の声で自分でびっくりして、うわーっと起き上がった瞬間に、そのこいつをこの横に寝てたやつも起きてたんですよ。動いたよ、びっくりしたわよ、なんだよお前と、夢がびっくりした、いやこれびっくりしたってこう言ってたんですお前お前さ、何でもいいけど人を脅かすような寝言ってどうなのお前とか、いやそうだよそうだよそうだよ、そういうわけじゃないけど、ね、ごめんごめん、我々に申し訳ない。いや夢が良かった、びっくりしたよ、あー怖かったってこう言ったら、よしお前何怖い夢見たのねそれどうなのそれ、お前自分でお前怖い話あんだけしといて、自分で怖い夢見ちゃってうなされちゃって起きちゃうってどうなのそれってこう言うわけです。いやそういうわけじゃねえけどもさ、いやそれしてもリアルでさ、変な夢だったよってそこまで僕がこう言ったら、やつがお前さ、何でもいいけどお前夜中起こしたよね、えわあそうだよお前、俺お前のことお前起こしたのに、お前全然お前起きねえもんだから、お前えいやええじゃんって、俺のこと起こしたでしょって。でその後も一人でもどこ出てったの、何どこ行ったの、そう、あの、いや、なんかね、あの、外からこう、ね、ねえねえって聞こえる。ちょっと待って、待って、なんかおかしいな。なんかおかしい。なんだこれ、どうなってんだ。ふっとそう言いながら気づいたんです。自分のズボンの裾は、じとっとしてる。え、なにこれ。布団の中に手つぼを触ってみた。ジーパン、もちろん履いたまま、布団入ってました。ジーパンの裾両側ともぐっしょぐしょなんですよ、濡れて。え、何これどういうことだよ。で、ふっとそこで思い走った。靴どうなってるだろうって。で、玄関へ向けてバーッと走ってる。僕買ったばっかりじゃん、コンバースが当時流行ったバスケットシューズ、当時はコンバースがバッシュバッシュって言うんですよ。それをこう履いてきて、で、それをこう見に行った。そしたらドロッドロなんですよ。で、僕はそのドロドロになった自分の靴をこう持ち上げながら、こう見ながらぼーっとしてたんです。それふっと後ろに人影を感じたんで、で、振り向いたら奴が立ってるんです。真顔なんです。さっきまでヘラヘラしてたのに真顔なんです。お前さ、もしかしてお前もお祝い、え
いやいや、違うんなら言うだけど。違うよか。何つったんお前は。いやいや、そうなのか。お祝いが、お祝い、ちょっと待って、お前、その話ちょっと聞かしてくれよ、お前。どういうことだよ。こう言ったんです。そしたら、やつの部屋、8階。ちょうど、その上に当たる部分、その9階に、ちょっと前まで、若い女の子が、いる松の家族が住んでた。お前さ、何年か前のことなんだけど、その豊平川がさ、増水しちゃって危険水域まで達しちゃったあの大雨の日、覚えてる？ああ、覚えてる覚えてる、僕もう見に来た、お前、ここまで、お前、すごかったな、あの時。その時にな、その日をまるで待ってたかのように、一筋の書き置きを残して、その子は飛び込んで死んじゃったんだ。今日なら、海まで行けそう。その書き置き通りですね、その子の遺体というのは海で発見されているんです。それからっていうものをびしょびしょに濡れた白木のお位牌がそのビルの至るところで目撃されるようになるんです。そして十何年来ずっと通い詰めてた、勤め続けてた管理人のおじさんがそこからいなくなっちゃったり辞めちゃったりしてるんですね。そんなことがありました。これがなぜ、なぜなのか、なんか階段聞きに来たのって話じゃないですか。僕は間違いなくあの時にその彼女が入ってくるのを見てる。その彼女がじっと聞いてた。